ついに、モガ、ミガタ護衛艦が、VLS 装備のため、改造という情報をキャッチしました。今回は、モッガミガタ護衛艦への後日装備のはずだった VLS について見ていきます。日本の防衛を考える上でのガイドラインになっているのは、安全保障政策の基本指針として定められ、時の政府閣議決定で進められる国家防衛戦略です。2022年12月に、最新版の策定が行われたそうです。国家防衛戦略は、それ以前までは、防衛計画大綱と呼ばれていた文書で、2022年末に、現在の名称に変更になったが、その内容は、最後だった2019年度以後の防衛計画大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形になっているそうです。その国家防衛戦略の中では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を置いているようです。4個護衛隊群、2個護衛艦、掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊を、その戦力の中核部隊として位置づけています。それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳ですが、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻体制が明示されていて、それ以前と比べると、最後の哨戒艦という艦種が新たに追加された状況と言えるようです。護衛艦54隻、潜水艦22隻体制は、2014年度以後の第25期防衛計画大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は同数と比べると、体制像が打ち出されたものになっています。そんな海上自衛隊艦艇の中では、造成基調にある護衛艦ですが、2024年時点で、イージス護衛艦 DDG 8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH 4隻、以下、汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況になります。2023年度からの防衛予算案増額に伴い、護衛艦の中で最も高額なイージス護衛艦2隻の新規建造が決まっています。日本独自のイージスアショア代替目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されています。一体、いくらお金がかかるんでしょうか。こうした状況下で、数の上で、今後の海事艦艇の中核となると見られているのが、2022年春から収益を開始したのが三型護衛艦で、直接的には、阿武隈型護衛艦 DD 代替目的で配備が始められた艦艇です。モッガ三型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m の艦隊で、海事艦艇としては、初の艦式号 FFM が付与された艦としてもよく知られているそうです。このモガ三型護衛艦新造にあたって付与された新たな艦式号である FFM について説明します。艦艇の規模を表すフリゲート FF、多用途、対機雷戦闘を表す M から命名されたと言われていて、汎用性の高い水上戦闘艦を目指していることが伺えるようです。モッガ三型護衛艦は、機関構成としてコダグ方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせていて、最大出力7万馬力で、最高速度は30ノット以上と公表されています。低燃費と高速性能の両立を図っている艦ということでしょう。兵装としては、62口径5インチのマーク45を、主砲として、1機、マーク41型 VLS を、1機16セル、近接防空用シーラムを1機、対艦攻撃用としては、国産の人7式 SSM-4 連装発射塔を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を、2機等の装備が前提となっています。フリゲートは、他国の排水量で言えば、4000トンから5000トン台の同クラスに分類されます。主兵装である VLS、垂直発射艦を32セルや24セル等装備していることと比べると、モッガ三型護衛艦の兵装は比較的抑えめと言えるかもしれません。しかし、モッガ三型護衛艦最大の特徴は、その外観から容易に想像できる高度なステルス性能なのです。環境上部に、複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、
敵のレーダーへの反射弾面積低減を強く意識していると見て取れます。それだけではありません。目下、身型護衛艦は小人化にも注力されていて、定員の乗組員数は約90名とされています。同艦が代替対象とした阿武隈型護衛艦は120名ですから、25% も乗組員数の削減を実現した艦艇になっています。さらにもが、身型護衛艦は、満載排水量5500トンもの大型水上戦闘艦なのに、従来は、もっと小型の専用掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力も与えられているので、コンセプトの多用途性の実現が図られていると言えましょう。この追機雷戦闘用としてもが身型護衛艦には、専用の対機雷戦用の99911ソーナーシステムを実装しています。また、無人機である、機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUV、OZ5 を運用する能力も備えているそうです。敵の散布した機雷を取り除く機能に加えて、目下、身型護衛艦は、簡易型の機雷敷設装置を実装するので、自身が機雷敷設もできるようになっていて、有事の際には、対象となる海上封鎖にも、その能力が期待されているのです。数々のこうした新機軸の導入によって、多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にはない機能を実現させたのが身型護衛艦。阿武隈型以後の初雪型や朝霧型の DDO も、すべての大隊となるべく22隻という大量の建造も考えられていると推測された時期もあったそうです。特に2018年度に出された関係文書の中には、目下、身型護衛艦は2018年度以後2037年度までの間に総数22隻を建造し、各々の艦艇を建造から40年間維持、運用するという記述があり、前述の推察が現実味を帯びていたようです。しかし、2023年1月末、防衛装備庁が、目下、身型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画、提案を行う事業者を募る工事を行ったのですが、同艦の建造は、2023年度分までの累計12隻で終了することが明らかになりました。ここで、防衛装備庁は、新型 FFM を、2024年度分から10隻新造する方針を示しました。さらに、同年8月末には、新型 FFM の建造を、2024年度から2029年度までの6年間で、総数12隻とすると発表したのです。この方針変更の理由は、現行のもが、身型護衛艦の使用に、不十分な点があると判断したせいだとは説明されていませんが、日進月歩を続ける軍事技術の速度に対して、既存艦を、22隻も建造を続けることに疑義が生じたと見る向きが多いようです。さて、さらに、新型の FFM 建造計画も動き出した中で、既存のもが身型護衛艦は、6番艦阿賀野が、すでに、2022年末に進水を終えており、2024年3月には実戦配備される予定です。そして、7番艦に、淀と8番艦優別も寄港されています。ちなみに、これらの艦名は、日本の河川に由来しています。に、淀は、ニヨドブルーが、有名な四国の川ですし、優別は北海道の優別川ですね。残る4隻のもが身型護衛艦も、計画通りに、2023年度計画で2隻、2024年度計画で2隻が建造予定で、2025年度分以降では、2隻の新型 FFM の建造費用として1747億円を予算要求する予定らしいです。このようにもが、身型護衛艦の建造が続く中で、2024年3月6日に、海事の幕僚長が行った記者会見で、同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦もが、身から、10番艦までの10隻に新造時に装備されないことへの質問が飛びました。目下、身型護衛艦の主兵装であるマーク41型 VLS 1機16セルは10番艦までは建造時には実装されず、後日装備という対応が続けられていたためで、
一部の SNS 上では、この事態を憂慮して、目下、身型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も上がったほどです。目下、身型護衛艦のマーク41型 VLS 1機16セルについては、運用すべきミサイル選定に時間がかかるとして、今日に至るまで実装されていません。予算は、2024年分まで調達が組み込まれているのですけどね。前出の幕僚長は、この質問に対し、目下、身型護衛艦へのマーク41型 VLS 1機16セル装備についての時期の明言は避けましたが、予算は確保済みなので、しかるべき時期に、部隊運用に支障が生じないタイミングで実装すると返答したそうです。折しも、ちょうど、オーストラリア海軍が、既存のドイツ MEKO200 型フリゲートをベースとした同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つとしてもが、身型護衛艦を挙げたこともあって、世界でも注目されているようです。